今日はこちらのタミヤプラモデルファクトリーの方にお話をいろいろ聞いて、かえちゃんの野郎番手を強くしたいと思います。マスダンパーってこうすごく重りがついてるんですけど、はい、つけてます。これがですね、はい、向きが逆なんですね。これはちょっと衝撃なんですか、それこれ大会の前に聞けばよかったこれ9割まで良かったんですよね。あと1割が欲しいですのが欲しかったですね。あとありますか。あとはですね、はい、まあ、今はもうタイヤがですね、今スポンジタイヤじゃなくてゴムタイヤが主流なんです、ね、なぬ、はい、でこれはですね、はい、スポンジタイヤが悪いというわけではなくて、かっこいいんですよね。そうなんです、色も見た目もね、かっこいいんですよ。青色が好きなんです。あーこれじゃあ青いゴムタイヤもありますんで変えていただいて。なぜゴムタイヤが主流になったっていうのは、はい、まあ、理由的なのあるんですか。はい、これがですね、はい、まあ、ずっとミニ四駆もう初期の頃からあるパーツでして、はい、まあ、普通のゴムタイヤと比べて圧倒的に軽いですね、うん、はい、で、グリップ力が高い、要は蹴り出す力が強いんですね、うん、はい、ここまで聞くとすごいいいところばっかり。すごい、あのスタート出しもいいですよね、はい、なんですけども、いかんせん柔らかいんですね、ふかふかしてしまうので、はい、気持ちいいですよ、はい、スポンジタイヤ気持ちいいです。触ってる分にはいいんですけども、いいですよね、走ってる時ですね、はい、タイヤっていうのは深淵ですね、まん丸をキープしないとスピードっていうのは維持しづらいんです、うん、先生もう一回お願いします。なんて言えばいいのかな。まずタイヤっていうのはこう丸いですね。丸いです、丸いです、はい、タイヤ丸いです。ただ、ずっと走ってるとですね、はい、まあ、いろんな力が、地面からの力とか自分の力が、働いてですね、うん、ウニャウニャしちゃったりするんですね、はい、はい、タイヤがこう、まあ、そうですね、こう動くわけですね、はい、そうすると、単純に丸ってなってた方が、はい、まあ、綺麗に地面に力を伝えられるんですね、うん、こっちは柔らかいので、はい、踏ん張るときはいいんですけども、はい、スピードが乗ってくるとですね、ウニャウニャしちゃうと余計な力が必要になって、走るのに邪魔になってしまう、はい、なぬ、そういうところで、まあ、細かいところなんですけども、はい、今はゴムタイヤの方が、はい、安定させやすい。安定させやすい、はい、3秒後にゴムタイヤにしてきます、はいはい、もう2つ出てきちゃいましたよ、はい、先生から。まだあったりするんですか。結構あります。結構ある。結構あります。スカメラ向かってきます。今たくさんキラキラしてますから、画面がちょっと汗かいてる。何ですか、コンドゥポイント。あとはですね、まあ、モーターがですね、はい、スプリントダッシュモーターっていうのがですね、入ってますね。そうです、あのもう買ってからすぐにかえちゃんはもう早くしたいと思いまして、はい、スプリントダッシュが一番こう上級者向けなどのお話も聞いて、はいはい、これしかないと思ってこのモーターに即座に変えたんですけれども、これがですね、はい、ハードルが高いんです、どういうことですか。これはですね、見た目はね、みんなモーター同じカンカンに入っているの で、 そうです、ね、変わらないんですけども、はい、性能が段違いに速くなっているものでして、はい、単純に速くするにも、時間と手間がかかるっていうモーターにして、このスプリントダッシュですか。はい、ほう、こっちのノーマルマシンに入っている、はいはい、ノーマルモーター、うん、はい、とはですね、中身がちょっと違いまして、はい、これもちょっと専門的な話なんですけども、言っちゃってください。カーボンブラシというものを使っていまして、はい、まあ、ノーマルモーターと比べると耐久性が非常に高くなっているんですね、うん、はい、ただ、車と同じなので慣らし運転というのが必要なんですね。まあ、急に実力を出してこないんですか、はい、なんで。ちゃんと肩慣らしをしてくれないと真の力を発揮してくれないタイプ、ね、ちょっと初めて聞きました、はい、まあ、もう車も人間も同じで、はい、準備運動をしてからじゃないと運動ができな い、 いう、そうですね、アップをしてからじゃないと、はいはい、温めてからじゃないと、はい、なかなかスピードを出すのが辛いっていうのと、あとは、まあ、そうですね、燃費もね非常に悪いんです。いいんじゃないんですか、はい、ただその代わりすごく速いっていう、はい、はい、ただその電池も、相性っていうのがありまして、電池の相性、はい、まあ、これもちょっと専門的なんですけども、はい、今、ミニ四駆で、使えるタミヤが販売している電池が2種類ありまして、はい、アルカリ
電池の、パワーチャンプ GT というのと、はい、充電式の、ネオチャンプという2種類があります。うわちょっと待って、どっちだろう。私が使ったのは、はい、充電式じゃない方です。青いやつ、青と白、ね、はい、そうです。パワーチャンプ GT も、電池としては非常にいいんです。非常にいいんですが、はい、ちょっと相性が悪いんですね。なあ、はい、今のところは2レースとも2回タイともその電池で出たんですけれども、はい、むしろちょっと遅いモーターに変えた方が電池の相性的にスピードが出るっていうことも結構あるんです、ね、なんですかそのバランス、はい、ここら辺もね、こういろんなただ付け替えればいいっていうわけではないところの魅力深さというか。え、新しい電池にしてもですか。あんまり変わらないですねやっぱり早いのは早いんです。ただちょっとしか変えないんです。すぐ電池がですね、はい、下手ってきてしまって、あれさっきまで早かったっていうのが結構よくある光景なので、あれれれれ、なので上級者向けというモーターになってます。すごいですね。じゃあ大会の前にちょっと慣らし運転とかも必要だったりするってことですか。はい、いろいろこう車を作ってる時にちょっと空回しとかをして、ちょっと準備運動させて最後に組み付けるという感じでちょっと待ってください。これ一から作り直すべきだな気がしてきた。だって結構あるの中からまだ3つぐらいですよね。そうですね。わっ、びっくりした。さあみんな、ここからかえちゃんと会える機会を紹介するぞ。なんと5月の4日ですね、ゴールデンウィーイベント第3弾アトレ亀戸ミニ四駆イベント開催。そのイベントになんとかえちゃんも出場しちゃいます。嬉しいね。なんかかえちゃんついにイベントに出れるなんて。その詳細はですね、5月の4日でございます。そこの中のイベントでミニ四駆アイドルかえひろみとレース&握手会を開催しちゃいます。かえちゃんと一緒にレースに出たい方、そしてかえちゃんの手に触れたい方、ぜひ遊びに来てください。5月の4日1回目に12時半から13時の30分間、そして2回目15時から15時30分の2回かえちゃん出場させていただきますので、ぜひみんなと一緒にミニ四駆走らせるぞ。